こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。映像には日本海が広がってます。本日は日本の東西の境目の町、新潟県は糸魚川市の糸魚川駅周辺を散策して、その特徴を見ていきたいと思います。動画の流れはまず駅の紹介、その後街を散策して様子を映しながら東西の街の理由や実態、またこの街の観光資源を紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。乗り入れ路線はまずこちら、越後ときめき鉄道の日本海翡翠ラインです。直江津から市振駅までを走ってます。そして JR 大糸線、長野県の松本駅から糸魚川駅までを結ぶ路線です。そしてメインといっても過言じゃないのがこちら、北陸新幹線。通過シーンはいつ見ても迫力があります。2015年開業によりホームも比較的新しい様子がうかがえます。新幹線改札口ですが、何か感じるものはありませんか？勘が鋭い方なら分かったかもしれませんが、駅のデザイン感が青と黒を基調とした JR 西日本の駅となってます。 JR 東日本だと緑を基調としてますので、それを思うと違いがよく分かります。 JR 在来線大糸線の看板もこちら、青色表示の JR 西日本の色となってます。そもそも新潟県は東日本のイメージがあります。福島県、山形県などの東北地方や関東だと群馬県と接してますもんね。中心都市新潟駅もバリバリの JR 東日本なので、同じ新潟県内に西日本があるのは何とも不思議な感覚になります。そのことはもう少しで話していきますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、こちら糸魚川駅日本海口の街の様子です。糸魚川の市街地側となってます。感想としましては、このように高い建物はほとんどなく、昔ながらの雰囲気が出ている様子があります。どこか懐かしくなれる、そのような気分になります。それでは糸魚川の東西境目の理由とその実態を少し話していきたいと思います。新潟県糸魚川市は新潟県最西端の町です。県庁の新潟市よりも実は富山市との方がはるかに近い距離の位置にあります。日本の東西を決めるのに、こちらの画像、糸魚川静岡構造線というものがあります。国の天然記念物になってまして、こちらが糸魚川静岡構造線の画像です。別名フォッサマグナという呼び方もあるみたいなんですけど、厳密には少し違うみたいです。市内には面白いことに、カップうどんなど、東西どちらの味も混在して売られてるみたいです。他にお正月のお餅の形は西日本だと丸で、東日本だと四角とよく言われます。糸魚川のお店には両方のお餅が並んでるとのことですね。いやー面白いですね。電化製品も西側が 60Hz の電気、東側は 50Hz の電気の境目のエリアで、ちょうどね、混在地区も存在するみたいです。引っ越しの際は要確認です。はい、それでは糸魚川駅から市街地を歩きまして、日本海までとりあえず行ってみたいと思います。途中の道には日本海まで 360m と親切に書かれてます。要は駅から日本海がものすごい近いということになります。静かな街の雰囲気で、途中にはこのように地酒屋さんとか、他には飲食店もいくつかありました。このような感じでお蕎麦屋さんとかもあります。正面には海が見えてきてます。でカメラを左に向けると、こちらにもね、通りがありまして、こちらは海から帰ってきた後に歩こうと思います。はい、奥には何やらアーチ状の建物があります。そちらまで行ってみようと思います。ちなみに糸魚川市の海岸で見られる石の種類は日本一みたいです。理由としてフォッサマグナが挙げられているみたいです。糸魚川静岡構造線より東西の山々から様々な時代の岩石が姫川とか近江川の流れによって日本海まで運ばれて、波に乗って海岸に漂着するとのことです。その石の中でもこの町の有名な翡翠と呼ばれる石があります。翡翠は何かというと、主として翡翠輝石で構成されている石で、中でも美しいものは宝石として利用されているとのことです。翡翠は姫川の上流や近江川の上流から海に流れてくるみたいです。海沿いの道路のところにこちら像がありまして、布川姫の像です。日本神話に登場する女神様です。糸魚川を題材とした万葉集で読まれている歌がありまして、その中の単語に布川があります。これは現在の姫川のことを指しているみたいです。また損なる玉という言葉もありまして、これは翡翠を指していると考えられているとのことです。はい、それではあのアーチ状の建物の方に行ってみようと思います。
はい、到着しました。こちら日本海を眺めたり、また市街地を眺めたりとできる展望台エリアとなってます。それでは少し景色の方をお楽しみください。はい、では駅方向に戻ってきまして、先ほど歩くと言ったその通りを歩いていこうと思います。カメラを右に回していきます。いやー、味がありますね。雪が降るとね、さらに雰囲気が出そうな、そのような印象の通りです。注目してもらいたいのがこちら、アーケードみたいな屋根があります。こちらを雁木造りと言いまして、新潟県など本州日本海側の地域ではよく見られる雪よけの屋根になってます。今雁木造りの通りが途切れるとこなんですけども、正面の奥にはまた雁木造りの通りがあります。反対側もお店のところ、一部のところに雁木造りの、こういう風な屋根があります。先ほど糸魚川は翡翠のことを話しましたけども、それ以外にももう一つ伝えておかなくちゃいけないことがあります。糸魚川はジオパークを持つ町です。ジオパークってなんだって簡単に言いますと、ジオっていうのは地球とか大地っていう意味があります。でパークはもうご存知、公園ですね。それを組み合わせた言葉です。貴重な地質の宝物や、その地域の自然文化を守り、かつ多くの人に知ってもらう、訪ねてもらうことを目的としてるみたいです。はい、一旦ここの通りを左に曲がって、その話の続きをまたしていきます。糸魚川は日本最初の世界ジオパークに認定されました。世界ジオパークネットワークに加盟されてます。動画でも先ほど伝えた通り、まさに地質のフォッサマグナや、その付近から流れてくる石ころや翡翠などが当てはまってますね。糸魚川にはそれだけじゃなく、もっと地質や文化、歴史を感じることができる場所がたくさんあります。それをジオサイトと呼んでます。もし興味のある方は下の概要欄に貼っときましたんで覗いてみてください。ちなみに先ほど海を見た展望台がありますけど、そこに行く地下通路にジオサイトの案内がありました。ご覧ください。こちら翡翠に関係の深いジオサイトとして糸魚川海岸があります。その他のジオサイトは親知らずがあります。断崖絶壁に沿って狭い砂浜があるだけで、古くからの交通の難所として知られてます。僕が先ほど写した日本海を眺められる展望台もジオサイトになってます。後ろ側にはこちらね、北アルプスを眺められるジオサイトになってます。僕が紹介したのはほんの一部で、もっとジオサイトがたくさんありますので、ぜひ概要欄のリンクから見て、観光の参考にしてください。それではこの道を左に曲がりますと、糸魚川駅の方まで戻れますので、歩いていこうと思います。こちらは見てわかると思うんですけども、雁木造りの通りではなくて、小規模の町のどこにでもあるような市街地の通りとなってます。居酒屋、スナック、一部ビジネスホテルもあり、そのような通りになってます。魚料理を扱ってる飲食店もありまして、糸魚川は魚も有名ですもんね。このようにお寿司とか割烹料理のお店もあります。はい、それでは駅の方まで戻りまして、そこからですね、反対側を少し紹介して終わろうと思います。はい、こちら糸魚川駅のアルプス口になります。先ほど歩いたのは日本海口です。このようにアルプス口は市街地方向ではないですが、新幹線ホームが手前にあるので、より駅舎が立派に見えます。このような感じになってます。後ろはこのように落ち着いた住宅街が広がってます。正面には鉄道が見えますね。こちらアルプス口の下にありまして、糸魚川ジオステーション、ジオパルというのがあります。ジオはジオパーク、ジオラマのジオ、駅のステーション、そして友達や仲間を意味するパルを組み合わせたものみたいです。なかなかね、ネーミングセンスが素晴らしいです。このように糸魚川はジオというワードがよく使われます。今までよく知らなかった方も、ぜひ観光の際は参考にしてください。もし間違ったことを伝えている可能性もありますので、その際はコメント欄とかでぜひ教えてください。
はい、以上で本日の動画を終わりにします。これからもいろいろな街を駅から散策する流れでやっていきます。ぜひ興味があればチャンネル登録、あとは高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。